ちは。動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。はい、今 Facebook 広告の準備を着々と進めていっております。先週ですかね、2日間、みっちりと学ばせていただいて、一番良かったのは何かって言いますと、やはりこう何事も準備っていうのが大切だと、特にリサーチっていうところですね。競合のリサーチもそうですし、対象のお客さんのリサーチもそうですし、自社の商品のリサーチっていうのもそうです。全てにおいて、リサーチ、そしてそれは対象のお客さんに向けてどんなベネフィット、要はメリットがあるのか、それを購入したら、どういういいことがあるのかっていうところを、もう人の背景、状態というふうに言いますけど、その状態によってアピールポイントが全く違ってくるというところで、訴求の仕方、ここら辺の部分がものすごく勉強になりました。特に大きく分けての3つ、見出しであったり画像、そして本文といったこの部分ですね。動画作りのシナリオにもものすごく通ずるものがありましたので、非常にいいためになりました。独学で数ヶ月前にやろうかなと思っておりましたけど、おそらく迷いながら分からんままずっと続けていたので、そのままの感覚でうまいこといく場合もあるかもしれませんが、深まり度合いが違いますね。やはりこう時間をお金で買うという発想で、投資しておりますので、今回非常に良かったかなというふうに思っております。また報告しますね。